開幕ゴールをものにしました山下です。うん、さあ抜け出した星、中央には後藤、抜くか後藤、シュート、おー決まった。大分追加点、後半アディショナルタイム、やりましたね後藤選手、逆転ゴールを決めた後藤。ロティーダ監督、今苦い表情、ゴールキックからですからね、エサ選手が競り勝って星選手が裏に抜けて、で後藤選手のフィニッシュですから、そうですね、これやっぱり仕掛けたことが良かったですね星選手、ちょっとあれだったんですけど、ここでまた後藤選手に来て、いやーナイスですね。後半の試合終了間際にゲームが怒涛のように動いてきました。